県立高校の女性教諭がパワハラを区に自殺した問題で県教育委員会はパワハラをした教職員の処分について年度内に免職も含めた基準に改定することを明らかにしましたこれは今日県立高校と特別支援学校およそ90校の校長が集まる臨時校長会で佐藤康彦教育長が表明したものです教育長は訓示で パワハラをした教職員に対する処分基準を年度内に見直し、これまではなかった免職もできるようにすると明らかにしました。この問題は2020年、県立高校に勤務していた30代の女性教諭が、同じ学校の主任だった男性教諭からパワハラを受け自殺したもので、県教育委員会は、今の基準などに基づき男性を停職3ヶ月にしましたが、 処分が甘いとの批判が出ていました。